Okay guys, I have just posted a poll on which anime should I watch after Haikyuu, because we are getting nearly to the end on Patreon. So I asked my patrons what would they like to see me react to, and yeah, you can now vote. As you can see, I have it scheduled for March 2nd, which is this episode. So yeah, just go to my community tab and vote on what should I watch next. Alright guys, yokoso. It's time to watch the last episode of Haikyuu second season, episode 25. And we're gonna watch a short bonus after this episode. It should be Aoba Josai after this match. So yeah, I'm pretty excited. Let's head to the episode. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And I would like to thank all of my patrons, because your support really helps me and I appreciate it. Thank you guys. Oh, we are here. Yeah, this position, this timing. Oh my god. I definitely thought that Oikawa would get that, but damn. Yosha. Yosha. Kenyosen level no shiai ja nee be. Ore tori hada tatta. Yeah, me too. Oh, stare down. これで一生いっぱいだ。調子のんじゃねえぞ。乗れません。Fly high. Oh, Shimizu was tearing up. あいつ、ヒナタがどこに打ってくるのかを読んだように見えた。Mm-hmm. ブロックに当たって軌道が変わってなければ。拾われていたかもしれない。何を言おうとも、結果は結果のまま、悔しさが薄まることもない。後悔の残るプレーもあるだろう。よく戦った。ああ。あれを決められずに。何がエースだ。I might cry. Oh my god. ありがとうございました。ありがとうございました。おい、早く来いよ。よく目に焼き付けとくぞ。この借りは俺たちが必ず返す。そろそろ行くって。お、Of course.Not a single word. Kageyama! Okay, never mind. Tsugi wa zettei make ne. Neta! Saigo yoku hirotta na! Kakko yokatta ze! Ii serve datta zo, Tadashi. Arigatou gozaimasu! Saigo, zenkai no kiyoku ga atta node.3枚ブロックに疲れた時は、正直ヒヤッとしましたが、影山はこの先を考えて日向の手でぶち破らせることがベストだと思ったのかもな。いや、単に直感だったのかもしれないがな。I think it was instinct。こんな高いブロックかわせるなんてすごすぎるよ。最後、大王様反応してた。取られるかと思った。大王様、やっぱすごかったな。
Damn. So he was there watching, or did he play? もう道を間違えるな。もっと力を発揮できる場所があったのに、取るに足らないプライドのためにお前はそれを選ばなかった。Is he talking about the? それは正常じゃなくて白鳥沢に入るべきだったってことで、yeah. OK。少なくとも今ここでは、俺のいるチームが最強のチームだろうが。After からすの。相変わらず面白いくらいの自信だな。俺は自分の選択が間違いだと思ったことはないし、俺のバレーは何一つ終わっていない。取るに足らないこのプライド、絶対に覚えておけよ。絶対に覚えておけよ。俺ばっか注視してると思ってもない方向からぶっすり刺されるからね。どういう意味だ。俺の後輩頭悪いし、まだ全然俺にかなわないけど、それでも一人じゃなくなったあいつは強いよ。カラスは群れで大きなシロワシさえ殺すかもね。ファクツ。どうしたの二人とも。痩せた土地で立派な実は実らない。コンクリート育ちの力見せてやる。シラトリザワ vs カラスのファイナルス。やはり爆睡ですね。Yeah, they played three sets. 強敵と2試合だもんよ。 Yeah, five sets actually the day. 明日勝ってから改めて存分に褒めてくださいよ。確かにな。 Oh, so they're gonna play tomorrow. Damn.道宮、なんで知ってんの。さっき校内放送で流れて、すごいよ、正常倒して決勝なんて、もうすごいよ、やばいよ。あんたのボキャブラリーがやばい。おい、バレン男子すげえな、おい。ダーン、ひなた、影山、よくやったな。 Wait, so the whole school? Oh, they're gonna cheer for themDamn, that's nice. みんな残ってくれてたのか。あ、Mスタ宮城始まっちゃう。こんにちは。こんにちは。カラスの高校が強豪青葉城西高校を破って久々の決勝進出です。They finally showed them. まさか成城学校で姿を消すとは。そうですね。及川君をはじめ非常にバランスの良いチームだっただけに、決勝でその姿を見られないのは残念です。もうちょっと勝った俺たちを映せよ。真打ちの登場だぞ。この大会3年連続優勝、さらに今年は19歳以下の日本代表にも選ばれた海道牛島若俊君、白鳥沢学園です。牛島若俊、牛若2セット。決勝の模様はご覧のチャンネルで明日午前10時から生放送。 Oh, nice! They're gonna broadcast it! ぜひお見逃しなく。さて、明日は白鳥沢と戦うわけだが、これまで及川が入ってからの3年間で青葉城西は一度たりとも白鳥沢に勝ったので、 It's gonna be tough. 一度たりともだ。白鳥沢はお前らが思っている以上に強い。誰も俺たちが勝つなんて思ってねえだろう。あ、なんだ平田、そんなの関係ないと思います。いいから言ってみろ。はい、誰も俺たちが勝つと思ってないのは正常相手も同じでした。なので関係ないですと思います。落ちた強豪、飛べないカラス。 No one calls you that. 君たちをそういう風に言うものはもうどこにもいません。さあ皆さん、時は来ました。明日も勝って全国へ行きましょう。おっしゃー。 They have to make it to nationals, please. I beg of you. しっかり寝ろよ。影山、トス、あげてくれ。You didn't get enough, right?
It's so satisfying no matter how many times I see it. あ、ごめん。なんか思い出しちゃって。 2人が喧嘩した時もちょうどこんな風にずっとボールあげてたなって。そうだっけ？覚えてないの？今日の試合見て思ったんだ。マネージャーにならなかったら今日の試合見てもこんなにハラハラしたりドキドキしたり、勝ってみんなと一緒に喜んだりして心が熱くなることなかっただろうなって。それってずっとみんなが努力してできなかったことが一つずつできるようになっていったのを見てきたから。ここにいなかったらそんなこと絶対なかったから。 Yeah, that's me too. If I didn't decide to watch this series, I wouldn't be able to get this experience. So, yeah, I'm just like Yachi. 練習に付き合ってくれたし、ヤチさんいなかったら新しい速攻完成しなかったかもしれないし。しっかり体を休めることも試合に向けての大事な備えだよ。すみません、私も練習に付き合っちゃって。ううん、一緒に練習してくれてありがとね。はい。ひとかちゃん、小さな巨人は決勝戦の前の日ってどんな気持ちだったのかな。緊張するけど、でも超ワクワクすんな。明日勝つぞ。Yes. Is that gonna be? Yeah. Yeah. でもまさかカラスノが決勝まで行くとはな。正常にも勝ったし、ここを復活って感じ。お、噂をすれば。噂をすれば。My man has been just waiting for them. Kageyama Tobio. 決勝まで来ました。コンクリート育ちの俺たちがあなたをぶっ倒して全国へ行きます。Oh my God, I'm so. Yeah, I too look forward to it. くそ、早く戦いて。よし、絶対行くぞハルコ。Karasu. All right, let's head to the Aoba Josei ending. さっきも先生に飯をおごってもらったじゃん。うるえ、食わずにやってられんか。He's crying in the background. Nah. じゃあ、すいません。失礼します。失礼します。おう、じゃあな。くそ、くそ。本日53回目の。53rd。うんこ野郎だな。くそ悔しいじゃんかよ。3年生、結構元気だな。もっと落ち込むのかと思ってた。試合後のミーティングの時はすげえ落ちてたけど、家に帰って一人になったらどうしようもない時間が来るんだよ。沢村君のレシーブも、坊主君のフォローも、ヒゲ君のスパイクも、ワタッチのレシーブも、狂犬ちゃんのフォローも、あの時の全員が 120% だった。いや、それを They were in the zone。 あの時ちょっとだけカラスノが上だった。ちょっとだけな。あのトスに完璧なタイミングで入ってきてた自分を称賛する。 That toss was insane。 トスもタイミングも完璧だったから余計悔しいんだ。ごもっとも。でもラスト反応したのに拾えなかった俺の方がへこんで叱るべきだね。俺の方が悔しいね。何を競ってんだ。帰るんじゃなかったっけ。やばい、ラーメン出る。Damn! おいかわ、本気サーブ打つんじゃねえよ。
みんな、ちょっといいかい？おい、やめろ！せっかくいい感じで終わろうとしてんだ！このまま平和に終わろうぜ！うるせえ！3年間ありがとう！言わっこっちゃねえよ。お前は多分じいさんになるくらいまで幸せになれない。何？いきなり何の呪いなのさ。たとえどんな大会で勝っても完璧に満足なんてできずに一生バレーを追っかけて生きていくめんどくせえやつだからな。お前は俺の自慢の相棒で超すげえセッターだ。この先チームが変わってもそれは変わんねえ。でも戦う時は全力で倒す。望むところだね。I love Obajose even more now. That's it, guys. We have officially ended Haikyuu second season. I'm gonna look forward to seeing season 3 with you guys. And yeah, thanks for watching. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. I love this anime. I love you guys. And see you next time. Mata ne.